バイクラブアルビレックス新潟へお願いいたします。いやー先生嬉しい、この方がなんと来てくれました。自己紹介お願いします。アルビレックス新潟背番号14番田中達也です。よろしくお願いします。ありがとうございます。これは田中選手本当にお忙しいね、再開前のお時間に、すいませんね、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、はい、今開幕といいますか再開ですよね、決まりまして、はい、率直なお気持ちどんな感じでしょうか。やっとまた再スタートを切れる日にちが決まったので、はい、ここに向けてみんなモチベーションかなり上がってますね。もうしばらく公式戦やってないってことでやっぱりウキウキしてるんじゃないですか。はい、早くでやりたいですね。チームの雰囲気なんかいかがですか。いやもう監督も変わって、はい、選手自体も やっぱり若い選手が多くなったので、はい、今エネルギッシュなチームだなって感じてます。より今度2種登録の選手なんかも3人増えたりもしましたもんね。はい、その辺のアカデミーとの関わりっていうのもだいぶ、今年スペイン人の監督なんですけど、はい、理由というか、まあ、その辺も組み込みですね。はあ、はあはあ、はい、やっぱり最年長になってるんですよね田中選手。そうですね、最年長です。そうですよね、なんか若々しいイメージですから最年長ってこうピンとこない感じなんですけど。いやもう僕も1年目のいますけど、はい、1年目の扱いされてますけどね。いやいやいや、そうなんですね。割とこう懐の広い兄さんというか、いじらせてあげる感じなんですね。いじられてます。中断期間中なんかはやっぱりステイホーム、もちろんね田中選手もされてたと思うんですけども、まあ、トレーニング含めどんな風にお家で過ごされてたんですか。基本的には自宅でズームトレーニング、なんか筋トレだったり、はいはいはい、トレーニングをこうビデオ見ながらやったり、ええ、まあ、自分自身でもなんかちょっとした重り買ってやってました。アマゾンで注文してですか。アマゾンで注文してそう、これ皆さんに聞いてるんですけど、はい、休み中にね新しい趣味ができたりとか、やっぱお人柄にも迫っていきたいんで、新しい、ね、家の過ごし方ができたとか、そんなあったします、はい、あどうですかね、コーヒーを飲むようになりました。聞いて、あ自分でゴリゴリして、自分でもうゴリゴリゴリ、それも全部アマゾンで注文して、その期間中に始めました。さすがこだわりの人。すごい、なんか練習前に飲むといいっていう、はい、なんか記事を何かで見て、じゃあもう一個喫茶店のマスターバリにコーヒーを入れれるってことなんですね。いやなんかの膨らみをこうどうやってできるのかとかを日々やってます。だいぶ上手くなりましたね。うわ、これは新シーズン違ったプレーが見れますね。それはね、一個乗ってるわけですから。はい、乗るんすかね。けど、はい、大人のプレーが見せれればなと思います。いやですよね、いやちょっと甘くて苦味も感じるようなプレーをちょっと期待してますんで、はい、今年の推しポイントなんてもの、やっぱりエネルギッシュなんで、シンプルに多分運動量とかはめちゃめちゃあるんで、あれです、ね、それもデータで見てもらえればかなりいい数値出るんじゃないかなと。それはもう伝えていこうと思います。はあ、はあ、はあ、はい。なんかその中でこいつ特にすごいぞっていう、この選手特にすごいぞっていう選手どなたかいらっしゃったりしますか。新加入の大本選手っていう、はい、あはい、かなりスプリントできるんで、そこは、うん、そこの選手の数値を見てもらえれば結構楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、右からのだからサイドバックの位置で開幕でも出ましたもんね、はい、アタックに注目と、上下動もできるし、うん、スプリントのスピードもかなり出ます。はあ、そうですね、はい、これでも過密日程のお話なんですけれども、はい、やっぱりやっと出た日程で嬉しい反面、わーって思いますよねやっぱりね。うん、かなり本当にかですよね。でも、はい、その反面ファンとしてはこれいろんな選手がいろんなチーム の組み合わせが見れるんじゃないかなって期待あるんですけど、どうですかその辺は。はい、もちろんもうチーム一丸となってやんなきゃいけないと思うし、ええ、逆過密なんで最初に勢い乗ったもん勝ちかなっていうのはという印象はありますね。ですね、もうそれはもうチームのミーティングでももうそういう話もなってますし、うんうんうん、まだそのために再開の初戦からめちゃめちゃ大事だと思ってます。
でも、もう初戦の甲府戦からもうエネルギッシュなアルビが見られるということで。はい。もう絶対見せたいと思います。見せたいと思います。やったらずの言葉、はい。そうですね。もう練習なんかでももう雰囲気いい感じですか。やってやろうぜっていう感じですか。もう。はい。結構バチバチしてますね。あのスタメン争いなんかもまあ開幕戦。群馬戦ありましたよね、はい、あの時とまた番付なんかも、まあ、だいぶ期間空いてますから変わった感じですか。そうですね、やっぱりもう一回リセットを、チアの選手一人一人は取り組んできてるんで、もうあと2週間ぐらいあるんで、もうそこでもう一回ラストアピールというか、はい、みんな必死だと思います。なんかね、はい、田中選手の表情を見ててもね、なんかワクワクしてこれから行くぞっていう感じが伺えますね。やっぱ怪我なく今やれてるので、ここはかなり手応えはあります。再開というよりか2度目の開幕っていう風に感じてそう考えた方が良さそうですもんね。はい、もうかなり、まあ、空いてしまったので期間も、うん、まあ、コンディション自体も少し落ちてしまったところは、うん、まあ、否めないんで、今ラストの本当に仕上げっていう感じですかね。どうですか、やっぱ気になるのはこう、まあ、リモートマッチ無観客試合ですけれども、はい、やっぱりお客さんいるのと無観客ではちょっと違ってきますよね、プレイヤーとしては特に、はい、まあ、海外の試合とかも見てるけど、なんですかね、もう選手の僕らの指示が相手にも聞こえちゃうんで、ああそっか、結構試合中普段の試合だったら歓声とかで、はいはい、例えば次ここ蹴るよとか、まあ、コーナーキックとかで、はいはいはい、そう聞こえちゃうんで、はあ、そういうずらさは出てくるのかなと思ってます。なんかこう対応みたいなのするんですか、ささやくとかウィンクするとか。そうですね、逆にこう口の耳元でささやいたらなんかしてるって思われるんで、どうするんですかねこれは。いやそうですよね。でもそうなってくるとこうドリブルでこう一人で単独突破切れ込んでいくみたいなスタイルとかも結構効いてきそうなんじゃないですかね。そうですね、やっぱりそこはもう常に今のサッカーの中では重要視されると思うので、うん、ってなると田中達也選手のゴールも活躍も増える当然そうですよね。チームのためにやりたいですね。なんたってコーヒー引けるわけですからね、今ね、違うの甘えと。いや、もうよりやっぱあと2週間あるんで、僕もそっちも仕上げて。いや、やっぱり田中選手は、そのアルビレックス8シーズン目になりますよね。はい、そうです。浦和が12シーズン、アルビが8シーズンということにもなりましたけれども、はい、今、ご自身、チーム内でどんな存在、役割、そうです、さっき言った、まあ、最年長なんですけど、はい、なんか僕が引っ張るというよりもなんか若い人と一緒になんか騒ぎながらやってるような、いじられながら。ああそうですか。で他の選手30ぐらいの選手が結構決めるような、はい、はあはあはあ、なるほど、はい、あもう御体ご本尊みたいな感じですね、じゃあね。どうですかね。まあ僕はしっかりやらなきゃいけないと思うし、もともと喋ったりするタイプではないので、うん、そうですか。こんなお話うまいとは僕思ってませんでしたけど、田中選手もともと浦和時代からもおしゃべりだったっていう記事たくさん出てきたから。人見知りしちゃうんで。いや正直僕、はい、プレイして、うん、その足りないところはそういう30ぐらいの選手がコピシというような感じかなと思います。なるほど。やはりでも豊富なね経験は比類なきものがあると思うんですけれども、その辺をこうチームになんとなくこう押しつけがましくならないようにやっぱり伝えてらっしゃるんですよね。もう若い選手には、はい、まあ、プレーのところでも同じようなポジションだったり、はい、スタイルの選手にはあ、まあ、ちょいちょい、いやちょっと今の動き出し早かったんじゃないとか、うんうん、そういう話はしてますね。アタッキング田中塾が行われてるわけですね。はい、ミニ講座みたいな。あそっか。あいいですね。それは、一番いい生徒は誰なんですか。まあ、生徒というか山村選手という若い。ああ若手ですね。山村選手ですね。はい、23歳。僕も同じような体型で、うん、フォワードでっていう、はい、やっぱりフォワードの練習の時に、まあ、よく一緒になんかフォワード陣はここ並ぶみたいなのがあるんですけど。はい。まあ、その時になんかちょろちょろっと話したりしてます。やっぱりチームの中でそういう継承というか受け継いでくってあるんですよね、同じスタイルに近い選手同士で、うん、なんか僕自身もそうやって、はい、福田さんだったり教えてもらって、そっか、
っごい大先輩がいて、はい、そこまで及ばないんですけど、まあ、少しでも伝えられるものがあればと思って、うん、なるほど、わ、これはいい話が聞けました。これ勝手ながらの話なんですけど、勝手ながら僕もあの、はい、田中達也選手を見て僕あのサッカー見始めたんですよ。え、マジですか？ありがとうございます、はい、いや先生これマジなんですよね。あの我々あの1月にあの新体制発表会の翌日の激励会って1月12日ぐらいであったと思うんですけど、はい、その時 の、 あのオープニングアクトというかで、あの我々ちょっと新潟さんの方にお伺いさせていただいて、はい、いろいろねお話もさせていただきまして、はい、でそれの帰りかな、田中達也選手 の、 あの後ろ姿だけだったんですけど、僕はあの拝見することができて泣きそうになってしまいましてあれを本当にそれはもう僕にはもったいないような言葉です。いやいやいや、先生興奮してましたね。はい、そうですね、今もあの緊張というかもう何喋っていいか分かんない状態なので今。いえいえ全然もう。どういうきっかけだったんですか？もともと実はあのこれ僕小学生の時ではあるんですけれども、たまたまあの手に取った雑誌で高校時代の田中選手の記事が上がってたんですよ。はい、裏は入る前ですね。で僕もその時背があの高くなかったので、あ、背がサッカーってなんか大きい選手がやるイメージはあったんです、スポーツって。その時でやっぱり そうじゃない選手でもこうやって活躍する様があるんだなってことを見て、なんとなく勇気づけられたっていうのを最初で覚えてるんですよ。それきっかけでちょっと見てみたいなって思って J リーグ見始めたって流れ。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。田中選手、お家誰か来ました？いやいや、僕じゃなくてあの息子が YouTube 見てます。あ、よかった、あ、よかった、よかった。そう、ごめんなさいごめんなさい、なんかね、はい、あれしてたら、あ、そんな経緯がね先生ありましたね。え、いや、田中達也選手はだってほら若手の皆さんもこう直接は言わないかもしれないですけど、皆さんこう憧れの存在であるわけですからね、やっぱりそこは自覚持っていただかないと。どうすかね。まあ本当に友達みたいな感じです。あ、いいですね、愛される存在だから、はい、チームとしてもすごい。意見出しておこうかなと思います。まあでもね、あ、苦いコーヒー出てますからね。これ意見見せちゃいましょうかな、マジでね。ちょっとひげのマスターみたいな感じにもいずれなっていけるかもしれないですから。え、コーヒーもともとお好きなんですか？いやいや、そんなに飲まなかったんですけど、まさかその記事で、それが集中力を高めるみたいなのをちょっと見て、まあ、それが本当かどうか分かんないんですけど、はいはいはい、まあいい時期だし、まあやれる時間はあったので。すごいな、やっぱり。まあ、けどそれからそうですね、今は結局2ヶ月ぐらいは毎日やってますね。毎日やってます。豆とかこだわってらっしゃるんですか？まあ豆はなんか、はい、結構のやつを、まあ、スーパーで選んでっていう感じ。ほうほうほう、あんまり特別こだわりはないです。へえ。でもこれね、ネットフリックスにはまるわけでもなくね、なんかね、外出ちゃったりするわけでもなく、コーヒーを引き始めるっていう、この辺がベテランですよね。かなりあの地味なんですけどね。いや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 、成熟した大人の趣味ということで。奥様とか、はい、お子さんたちとか、え、パパどうしたのなんてありませんでしたか？いや、だからもちろんあの奥さんの分も毎日2杯いい、ね、2杯分作るようにしてます。素晴らしい、はい、家庭円満で。そうですね、それが円満の秘訣かもしれない。田中達也選手はあの山口県生まれですよね。はい、で浦和に行かれたりとか、高校時代は東京ですか？そうですね、ですよね、帝京高校ですもんね。いろんな地を回られたと思うんですけど、 This is my club ということで、新潟の街の良さといいますか、クラブ周辺の魅力ですとか、はい、食べ物ですとか、フードとか、そういうのでここはアピールしたいみたいなとかって聞かせていただけます？うん、やっぱり一番に思い浮かぶのは米ですかね。はい、うわ、これは米ね。はい、違いますか？やっぱりやっぱ美味しいですね。僕もそのご飯自体を食べる、いっぱい食べるようなあれタイプじゃないんですけど、それでも美味しくいつもいただいてます。白いご飯には一番何を合わせてるんですか？いや、もう白いご飯だけでも全然いけます。おお、僕全然いけないタイプなんですけど。わんぱく、確かに。ごめん、けどそんなてんこ盛りじゃないですよ。サッカー選手ですもんね。はい、そうですね。まあその体重制限も見ながら、まあだから友達とか知り合いに送ったりするとすごい喜ばれます。あとは環境もいいですよね、新潟のスタジアム周りとかね。はい、
そうですね、もうスタジアムもですし、うん、練習場の環境もすごいいいので、ね、いつもいい、うん、設備でトレーニングさせてもらってます。あのホームゲームの日なんかも行ったことあるんですけど、あの川がね横流れてるところをこう橋渡って自転車でね来ながら、なんかこう、はい、ベンチのところでみんなでお弁当食べたりとかね、アルビレックスはすごいそういうサッカー文化の魅力がありますよね。はい、もうあのビッグサーまで駅から一本道なんですよ。はいはいはい、そうですよね。やっぱりアルビの応援に来てくださる人がたくさんいて、もうすっごい渋滞して、うん、はい、その渋滞の量がとても僕ら嬉しいですね。こんなに来てくれてるんだっていう実感はあります、はい、今やアルビの象徴ですもんね。謙虚、謙虚ですね、はい、そうですか。間もなく始まりますけれども、はい、あの俺のここを見てくれっていうのは伺ってよろしいですか。はい、まあ、さっき言ったチームはもう J1 昇格っていうのはもう本当にそれしかないですね、はい、まあ、そのために、はい、まずピッチの中ではやっぱキレがないと、まあ田中達也じゃないと自分自身も思っているので、はいはい、キレのあるプレーをまずは見せたいなと思います。でまたチーム、あー試合内外の外の部分でも、さっき言った、まあ、ベテラン選手として、まあ、喋るってことはうまくできないんですけど、まあ、背中で引っ張れたなと思います。はい、いや非常にやっぱりこうチームのために喋っていただいてるっていうのが伝わる大人のインタビューでした。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。貴重なお時間を、ね、お借りしてありがとうございます。サッカーファンに向けて一言ちょっといただければなと思います。はい、もう再開も決まって、まあ、最初の方はスタジアムに足を運ぶことはできないと思うので、まあ、そういうリモートで応援していただければ、まあ、気持ちは僕らに伝わると思うので、その気持ちが僕らの 120% の力を出してくれると思います。なのでぜひ応援よろしくお願いします。でアルビレックスのご検討をお祈りしております。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってください。本日のお客様、はい、アルビレックス新潟田中達也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。